カロライナ植民地、カロライナ植民地、カロライナ植民地、A、プロビンス・オブ・キャロレイナは、1663年から1729年までの、イギリスの北、アメリカにおける、植民地である。植民地の統治に関する意見の相違から1710年に、北と南の二つの地区に分けられ、1729年に、正式に、ノースカロライナ植民地とサウスカロライナ植民地に、 分割された。イングランド王チャールズ二世は1660年の王政復興後、1663年3月24日に福井を誠実に支えた8名の者に褒美を与えた。国王の父であるチャールズ一世を称えて名付けたカロライナと呼ばれる植民の植民地領主、ローズプリプライアターズをその褒美として与えた。植民地領主に直された土地は、 バージニア植民地の南の境界である北緯十六度線から南に北緯十一度線、今日のジョージア州の海岸線までを含むまでの範囲であった。六百六十五年、この直距が少し変更されて北玄和まで上がり、バージニア植民地から離れたアルベマール湾沿いの開拓地を含んでいた。同様に南玄も今日のデートナビーチのすぐ南、 北緯二十九度線まで下げられた。この南の方の土地にはスペインが実際に入植していた戦闘オーガスティンまでも含んでいた。さらにこの直挙は南限と北限の間の土地で、大西洋から太平洋、当時の呼び方は南の海までを含むとされた。直挙に名前を記された。植民地領主は第二代クラレンドン伯爵ヘンリー・ハイド、初代アルベマール公爵、ジョージ・マンク、 初代クレイブン伯爵、ウィリアム・クレイブン、ストラットンの初代バークレイ伯爵、ジョン・バークレイ、初代シャフツベリ伯爵アントニーア・シュリー・イコール・クーパー、ジョージ・カートレット卿、ウィリアム・バークレイ卿、ジョンの弟、ジョン・コールトン卿の八人であった。八人の中で、カロライナに最も興味を示したのがシャフツベリであり、彼の秘書官であり、哲学者のジョン・ロックは批准されることのなかった。 カロライナ県を書いたとされている。ジョン・ロックの起贈した基本法は、領主らの賛議が立法権を掌握する貴族性を提案したものであったが、他の植民地人が対等の権利を主張したために、信仰の自由以外は定着しなかった。植民地領主の他の何人かは、他の植民地にも興味を示した。ウィリアム・バークレー卿は、バージニア植民地に、 ジョン・バークレーとジョージ・カートレット卿ニュージャージー、植民地という案売だった。植民地領主は国王の直居によってその権威が認められていたが、独立した主権に近い形で権威を行使することができた。実際の行政府は一人の知事、半分は植民地領主によって指名される強力な行為委員会、及び比較的力の弱い市民に選出された議会で行われた。 カロライナの領土内で、イギリスの最初の開拓地設立の試みは、失われた植民地と呼ばれるロアのク島であったが、この地域での最初の高級的開拓地は1653年に、バージニア植民地からの移民と他ニューイングランドやバミューダから来た移民によって設立されたものである。国王直去の期限である10年間が過ぎる前に、現在のノースカロライナ州北東隅にある、 アルベマール湾地区のチョワ川とロアノーク川包みに開拓地を築いたものであった。アルベマール開拓地はバージニアでははみ出し者の港と呼ばれるようになった。1665年、ジョン・イーマンズ卿が今日のウィルミントン近くケープフェア川沿いに2番目の高級的開拓地を築き、クラレンドンと呼ばれた。1670年には植民地領主の指示で、 前の開拓地より南、現在のチャールストン近くにもう一つの開拓地が作られた。チャールストン開拓地は自然の良好があり西インド諸島との交易に便利だったの、アルベマールやケープフェアの開拓地よりも急速に発展した。シャフツベリ卿はチャールストンの道路割りを支持し、近くのアシュリー川やクーパー川は彼の名前にちなんで名付けられた。 チャールストンとして知られるようになった南方の開拓地は植民地全体の政府所在地となった。しかし、他の開拓地から遠いために植民地の北部と南部は1691年まで大方独立した形で運営され、知事にはフィリップル・ドーエルが指名され、両区を兼ねた。1691年から1708年までは両区の開拓地は一つの共通の政府に収められた。 北部は独自の議会と委員会を持ち続けており、知事はチャールストンに駐在して北部には知事代行を指名した。この期間、二つの地区はノースカロライナとサウスカロライナと呼ばれるようにな。北部のアルベマール領は主にバージニア植民地からの移民がタバコを生産し、南部のサウスカロライナでは西インド諸島のバルバドスから移民が流入し、砂糖の生産が始まった。 1708年から1710年、英国国教会を設立する計画に関して、意見の相違が発生し、植民地は選ばれた役人の意見に同意できず、承認された法的な政府がない状態となった。このことに加えて、タスカローラ戦争や、ヤマシー戦争が発生し、植民地領主が決断力ある行動を取れなかったために、ノースカロライナとサウスカロライナはそれぞれ別の政府を、 持つことになった。この期間を別々の植民地の誕生時期とする者もいるが、公式な設立は1729年であった。この時点で植民地領主のうち7人がカロライナにおける権益を国王に売却したので、ノースカロライナとサウスカロライナは国王の植民地となった。8人目の領主ジョージカートレット卿の持ち分は、総尊の第二代。 グランビル伯爵ジョン・カートレットに引き継がれた。ジョン・カートレットは、バージニアとの境界に隣接するノースカロライナの土地、その幅60マイルの帯状の土地所有権を持ち続け、グランビル地区と呼ばれるようになった。この地区は、アメリカ独立戦争まで多くの論争の舞台となり、戦争中に押収された。植民地領主の時の政府は、国王領になっても同様な組織となった。 大きな違いは政府の役人を誰が指名するかということだった。1732年、ジョージ2世によって設立直挙が下り、ジョージや植民地がサウスカロライナから分離した。1629年、チャールズ1世はロバート・ヒース教にカロライナ領地、北緯36度線から31度線までの特許を認めた。しかし、 ヒースはそこに植民地を作るために何もしなかった。チャールズ一世が1649年に処刑され、ヒースはフランスに逃亡して、そこで死んだ。王政が復古された時、ヒースの相続人が土地の所有権を主張したが、チャールズ二世はもはや効力がないものとして訴訟を退けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。